さあ、先週の週刊バイク TV は栃木県ツインリンクもてぎで行われた勝手にツーリングアワードの模様をお送りいたしましたが、雨の中多くのライダーの皆さんに集まっていただき、楽しいイベントとなりましたね。そして真人さんと藤原さんはそのツインリンクもてぎに新しくオープンしたメガジップライン翼やヘリコプターに乗って上空からサーキットを眺めるなど、イベント以外でもツインリンクもてぎを大いにエンジョイしていた様子ですが、さて今週のお二人さんは。さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さん、花粉なんかに負けてはいけません。バイクのなんて何の人生か、私が真人です。そして、はい、花粉がすごいことになってます。バイクって素敵やん、藤原キトです。ということでございまして、我々今日何しに来てるんですか。はい、今日はツーリング、そして勝手にツーリングアワード、全日本ロードレース選手権の開幕戦を応援しに来たんですよ。そうなんです。どこに。ツインリンク茂木です。そうなんでございます。でさっきからずっとね、花粉花粉言うてますけども、はい、周り結構ねいろいろ言います。すごいことになってます。はい、ただですね、もうどうせ町場にいたって花粉は飛んでくるわけなんです、うん、しかしね、びっくりしました。もう煙ですよね、花粉がいろんなところで舞ってます。はい、本当にね、何でしょうか、例年に比べて5倍とか言われてますからね。はい、もう逃げたって無駄、うん、ならばそういうところに行ったっていいじゃないですか。積極的に花粉症のいい子じゃないですか。ということでございまして、勝手にツーリングアワード、まあテレビをご覧の皆さんは2週続けて、ご覧になっていただいたと思うんですが、そのイベントに行く前、はい、前日に我々今来ております。そうです、はい、もうせっかくねツインリンクモテギに来るんであれば、やっぱりこの周りってすごくロケーションのいいところいっぱいあります。実はあるんですよね、調べてみると。ぜひサーキットのついでにいろんなところも回ってほしいんですよね。そうなんでございます。ぜひともね、あなたが旅をすれば日本が元気になるということでございまして、皆さんど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 ん走ってくださいということで、今回我々はまずこの栃木県をツーリングして回ってみたいかと思います。旅の相棒はですね、私が CBR1000RR、 そしてはい VTR250F。そうでございますね、両方ともあのカウル付きモデルでございますが、まあ本当にね、最新鋭でございます、ね、そちらの、マシンの特性なんかもちょこちょこ語りながら行ってみたいと思います。さあツインリンクモテギを出発。南ということで、2人はツインリンクモテギ南ゲートから出発。この南ゲートの前を通る県道51号線から国道294号線を目指し、近くを流れる中川沿いを北上していきます。それではここで今回2人が乗っているバイクをご紹介しましょう。まずは真人さんが乗っているのはホンダ CBR1000RR ABS、 高性能な水冷4ストローク DOHC 直列4気筒 1000cc のエンジンを搭載した大型スーパースポーツモデルです。昨年カラーリングが変更され、こちらは新採用されたグラファイトブラック。フレームやフロントフォークをはじめ全身をブラックとすることで精悍なイメージを高めています。このホンダ CBR1000RR ABS はスポーツ走行はもちろん、今回のようなツーリングでも快適な走りが楽しめます。一方、藤原さんが乗っているバイクはホンダの 250cc ネイキッドロードスポーツモデル VTR-F です。この VTR-F は市街地はもとより高速道路での快適な走行を目指した新設計のコンパクトなハーフカウルが特徴的。ヘッドライトに Y 字デザインのマルチリフレクターを採用した精悍なフロントマスク、専用設計の多機能な液晶ディスプレイ、粘り強く力強いトルク特性の V 型2気筒エンジンを取り回し性に優れた車体に搭載することで、男女を問わず幅広い年齢層から高い支持を得ているバイクなので、今回のツーリングでは藤原さんも十分に楽しめるはずです。さあ294号線に出てまいりました。はい、なんかゆったりとした時間が流れてそうな感じ。ええー、感じやわ。いい感じ。ねえ、
だけどまあこうやって今はこう山間部走ってる感じやけど、茂木の近所といえば中川が流れてるじゃない。中川っていう大きな川が流れてるけど、そこの辺りとかはね、もうちょっとすると、あの観光やなって、やなって言って、川のところにこう、なんていうの、傾斜のついた罠をつけて、そこにバババババって流れに乗ってくる鮎とかを取って、こうみんなで食べるっていうような。イベントがあったりするのよね。もう観光やな、なのでいつでもいつでもやってるけど、シーズンになれば、そうなんです。今2人が走っている国道294号線沿いを流れる中川は関東地方第三の大河で、関東随一の清流として知られている川なんです。この流域は魚類が豊富で、江戸時代には鮭が遡上する川として知られていて、この中川で獲れた鮭は水戸藩への献上品とされていたそうなんです。また初夏になると鮎を捕獲するための観光やなが設置されて、獲れたての鮎の塩焼きを楽しむ観光客で大変にぎわうところなんです。ところでお二人さん、今回の旅の相棒の乗り心地はいかがですか？ VTR 250F なんですけども、はあ、問題ない乗りやすさ初心者女性の方でも、その幅がちょっとこっそりめで、はいはい、ハンドルとの距離もそんなにないので、体が大きくない方でも、無理なくスッと乗っていただける、そして乗りやすい、まあ俺も乗りましたけれど、やっぱりその信頼の VTK250 のエンジン、これはねやっぱすごいですね。下から綺麗に回ってくれる感じがすごく強いし、トルクもあるし、そういうところがやっぱり、ああ VTR 素敵やなと思ってて、もう一つ足らんのがカウルかななんてなこと、長距離やったらカウルがあった方が楽かなっていうところにまたカウルがついたじゃない。そうですよ、この F っていうタイプはカウルがついてるんです ね、はい、ね、まあ片やこの CBR1000RR はですね、まあ、去年まあ新型になったっていう感じで、新しいタイプで出ますよ ね、 そうですね、あの上質な SS として、CBR1000RR ってポジショニングが結構あったりしたんですけど、またちょっと顔つきが変わったよね。ちょっとおとなしい顔に、まあ、前型はなってたけど、ちょっとまた目つきが鋭くなったり、ちょっと牙が生えてみたり、鋭さがある。そうなんですよ、まずそこから、まあまあポジション等々はね、やっぱり昔の SS から比べると少し楽なポジションにはなってますけど、ザ、やっぱり SS、攻める気満々っていうスーパースポーツ。そうなんです、ね、なんですけど、こうやってツーリングしててストレスかっていうとそうじゃない。やっぱりこう、なんだろうな、エンジンが扱いやすいので、そこら辺がものすごくいい感じになってるよね。でもこれでひとたびガーンってアクセルくれてやったら、まあやっぱりカスタムのマシンになっていくわけですよね。まあ、あとはやっぱり単純にかっこいいで買うのもありなわけで、オートバイって飛ばさなくたって別に構わない。なるほど、真人さんも藤原さんも今回の旅の相棒の乗り心地には大変満足しているようですね。さあ、まもなく今週の目的地に到着です。このあと2人は中川沿いにあるとても珍しい施設で、初めて見る素敵な出会いと感動の場面を目の当たりにしますよ。さあ、番組後半も目が離せません。
さんこんにちは、滝ひろみです。今週も千葉市中央区福田電子アリーナ前グローボ1階にありますバイクセブン千葉蘇我店に来ています。そして今週はなんと高橋店長と川本さんです。毎度こんにちは、高橋です。よろしくお願いします。毎度こんにちは、川本でございます。よろしくお願いします。今回なんでお二人なんでしょうか。今回はですね、いつもトッキーさんの方にですね、うちがいじめられているという誤報が入りましたので、まあ、トッキーさんあってのうちなんで本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。そして今週は何を教えてくれるんでしょうか。本日はですね、こちらの後ろに置いてあるレインコート、まあ、いわゆるカッパですね。まあ、これから梅雨の時期にもなりますんで、ね、そうですね、その辺でご案内していきますんで、うん、はい。ですね、まあ、うちにたくさん、まあ、レインコートもあるんですけれども、はい、まあ、まず安いカッパ、まあ、安いレインコートと高いレインコートがいかにどう違うかっていうのを、まあ、簡単に、まあ、説明するんではなくて、まあ、イメージで把握していただいた方が分かりやすいかなと思いますので、はい、すいません、こちらの方がですね、うちの方で、まあ、スタンダード、まあ、主に売れているカッパの方なんですけれども、こちらのカッパまず来て、まあ、バイクですね、運転するとどうなるかっていうイメージだけさせていただきますね。はい、ですね、30分ほど経ちますと、はい、このような形に分かりますかね、びしょびしょです。糖質性、まあ、湿気を逃がすことが、はい、まあ、しやすいかしにくいかというもので、こういった形になってきますので、汗ってことですね。そうですね、はい、そうですよね。でその次にいいもののご案内します、はいはいはい、その次にですね、こちらのこのオレンジの、まあ、レインコート、まあ、うちではだいたい1万前後、するものなんですけれども、はい、こちらの、まあ、レインコートを着て、まあ、ツーリング、まあ、バイク乗っていくと、まあ、どうなるかというのを次にやってみますね、はい、楽しみですね。絵面がすごいです。はい、こちらがですね、30分経つとこうなります。おー、爽やか。爽やかですね。このように違いが出ます。まあ、大げさだと、見てらっしゃる方はね、思うかもしれませんけれども、本当に違いがあるのはこの安いのと高いのの違いなんで、ぜひ一度試しに来てみてもらってはいかがかなと思います。いいですよね、来てみて。お店の方からお知らせってありますか。はい、ございます。今月中ですね、バイクセブンの方はセール期間中となっておりますので、ぜひバイクセブン千葉蘇我店までご来店をしております。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、真人さんと藤原さんのお二人はツインリンクモテギからおよそ1時間で目的地に到着です。ここは栃木県那珂川水遊園といって、那珂川に生息する生き物や世界の川の生き物などが展示されている栃木県唯一の水族館なんです。いや、いいね、来ましたね、ワクワクするね、はい、いいね、いいね、いいね、すごい、あー、人もいっぱいいる、すごい、もうお子さんいっぱい、ね、すごい、実なのにすごいですよ、すごいですね、こんにちは、こんにちは、ようこそ那珂川水遊園、よろしくお願いします。案内をさせていただく前田です。よろしくお願いいたします。ということで、早速前田さんのご案内で中を見学させていただきましょう。こっちからですか。はい、そうですね、一応中川の上流から下流に向かっての展示になってます。ほうほう、はい、でいきなりここも源流、そうですね、はい、すごい、これは沢がありの、またこれが、はい、こちらはイワナですね、日光イワナの、イワナ、日光イワナっていう種類がいてるんですか。そうです、はい、はい、もう普通のイワナではなく日光イワナっていう、はい、ほー、発見山です。またこちらまた可愛い子ちゃんがいてますね、はい、ヤマメの赤ちゃんですね。うわ、可愛い、いますよ、赤ちゃんたちが、もうこんなちっちゃくてもはっきりこの体の模様が分かって、ね、可愛らしいですよね。っていうか、なかなかヤマメの稚魚って見れないですよね。そうですか、あんまり見たことなかったです。ほー、これいい
ですね。これほら、パーマーク。あーこのニュー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 っていうのが、はい、パーマーク。もう絵本の題材にもなるようなお魚ですよ。今入ったばかりなのに展示されているお魚さんたちを見て2人ともちょっと興奮気味ですね。でも水族館って大人になっても楽しいところですよね。ここ中川水遊園で小さな子供たちに大人気なのがこちら、タッチング水槽。ザリガニやカメ、ヒトデ、ウニ、そしてサメまで普段触れる機会がない生き物たちを触って観察することができるんです。さてこの後2人はさらにヒートアップしますよ。こちらを再現した水槽です。大きなお魚がきらぬくんです。ここは世界最大のアマゾン川を400トンの巨大水槽で再現されたトンネル。頭上を巨大魚ピラルクーがゆっくり泳ぐ、その初めて見る姿に興奮を隠せない真人さんと藤原さん。3メートル弱ありますね。なんですかね、今まであんまり感じたことないですけど、和柄ですよね、下から見ると。あ、そうですね、めちゃめちゃすごいですよみたいな。うん、迫力が違いますね、この下から見上げると。あとね、こんなに活性が高いピラルクもあんまり見られないそうですね、もうすぐ毎日2時半からピラルクのお食事タイムと、スポットガイドっていうイベントをやっておりまして、はいはいはい、でその時間になるとですね、ピアノ君も分かってですね、こう水面を近く泳ぐようになります、ご飯がもらえる時間だっていうのが分かってるんですね。じゃあもう完全にピラルクファンは昼帯を狙ってきたものになるんですね。そうですね、2時半ですね。2時半、いやすごいよ。いや普通ほんまにピラルクってボーって浮いてる丸太な感じのイメージがすごく強いんですけど、本気でこれ腹面は初めて見ました。お二人さん、巨大魚ピラルクーを目の当たりにしてオーバーヒート気味ですね。この水槽はアマゾン川の魚たちを展示する水槽としては日本最大のアマゾン大水槽なんだそうですよ。二人とも自然の壮大さと生き物たちの奥深さを実感していただけましたか。さて続いて前田さんに案内されたところは、でここがですね、はい、先ほどトンネルから見た水槽、今度上から見る形になってますね。トンネルの上のところから、はい、泳いでますね。ああ本当だ、こっちからも見える。そうでも本当に魚体の背中が黒いでしょ。こう上から見ると見えにくい感じになってるよね。ただの黒い物体ですね。そうすごいよね。でも自然ってようできてると思うわでもこれも上から見ると下から見るとっていうのは比較できる、対比できるから余計に感じられるよね、すごいね、すごいすごい。でもすごいなぁ。いやいいや。お二人さんご満足いただけましたか。さあ続いてはエンディングですよ。やりますね。楽しんでいただけたでしょうか。相当ですよね。はい、相当。なんか思ってたのと違ったんですけど、やっぱ自然を取り入れた水族館っていうのがすごい印象的なのもありますけど、アマゾンゾーン、はい、あそこちょっともうテンション上がりまくりで面白いです。ありがとうございます。そうですね、水族館だけでなくて、そのいろいろ週末は特にですね、イベントだったりですとか体験講座なんかもたくさんやっておりますので、詳細はホームページの方をご覧になっていただいて、またぜひ遊びに来ていただけたらいいなと思います。いやもうはっきり言ってですね、今こうやってぼかし張りましたけど、信じられないイベントが結構あります。ほんとにちらっと言ってみてください。どんなことやりますか。魚を食べるイベントですとか、はい、水族館に泊まるイベントですとか、はいはい、これからどんどん夏休みに向けてですね、イベントもたくさんご用意してお待ちしております。ほんまにドンチューミセッツな感じのね、情報がいっ
ぱいあります。いっぱいですよ。子供さんが上がるだけじゃないです。大人だってめちゃめちゃ上がるんです。見られない、見たことのない光景を見にぜひちょっと誘ってあげてください。ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いしますということでございます。お腹空きましたね。え、じゃあ その振りは何、それは何、どういうことここで魚食べるってこと、それもいいかも。いや、はい、今日はそのイベントやってませんから、はい、ということでございまして、まあ本当にね、今日は1日ツインリンクモテギから、CBR1000RR と VTR250F とで、ツーリングしてここまで来ました、はい。まあ、確かにお魚たちもご飯です。ご飯美味しそうでした ね、 そうですね。我々もご飯を食べてもバチは当たらんでしょう。そして皆さんにも有用な情報、ちょっと気になる店があるんですよ。来週行くかな、帰るかな、どっちでしょうね。というところで、週刊バイク TV、 そろそろお別れの時間となりました。では皆さん、また来週を楽しみに。ではバイバイ。ということで今週はここまで。来週はすっごく美味しいものとすっごくびっくりする人に出会います。